っていうことでね、マサでーす。ということで、また、動画またやっていきたいと思うんですけども、あのね、プラモデルのね、ゆるキャンね、こっち奈良だけか、まあ、ないっていう方が結構多いんですよね。僕も結構ね、ガチャの森とか探してね、いろいろ見てたんですけどね、結局、ないんですよね。だからね、ゆるキャンのね、まあ、プラモじゃないけどね、まあ、このフィギュアね、あの、ミニフィギュアとかね、ちっちゃいやつね、あるやつをね、回してきました。いろんな種類ありましたね。なんか、眠ってる感じとか、ちっちゃいやつとかね、だけど僕、その中でもね、なんか、前に気をつけってしてるようなね、感じのやつの、買ってきたんですけども、まあ一回回してきました。とりあえず、またいつものごとくね、回して、キュッとね、握りしめてね、何が出る、何かわからんかなと、わからんようにしてね、帰ってきたんですけどもね、多分ね、あれね、いろんなカプセルの色出て、あったような気、あんまり、はっきり見てなかったんですけどもね、あれね、カプセルの色分けで、あれしてるんだったら、今回の、やつは、これなんですけども、ね、だいたいイメージカラーってみんなありますよね。これ見たらだいたい何が出たか、皆さん分かる方は、まあね、ゆるキャン好きな方は分かると思うんですけども、まあとりあえずまだね、まだ何が出るか分からないので、とりあえずね、ちょっとね、中見なくて、分からないように、ラインナップを見ていきたいと思います。僕がやってきたのはこれなんですね。並ぶんです。ってやつでね。これね、全10種もあるんですよね。ちょっとピンと合ってるかな。これね、これね、まずね、一番先頭に並ぶのがね、この、千秋ちゃん。千秋ちゃんでもこの、この普通の顔と、この、なんちゅうかな。メガネがね、白くなってるバージョンのやつと、あとは、なでしこちゃんがね、の普通の顔と、まあ、このチョコノッコみたいな、縦長の目になってるやつとね。こっちは、りんちゃんは、まあ、りんちゃんはあんまり両方あんまり変わらないような感じなんですけどね、A と B ね。僕が狙いのね、犬子ちゃんね、葵ちゃんなんですけども、これもまあ、やっぱりこれは A のやつが欲しいですね。そして、これも、えなちゃんも、まあまあ、好きなんですけど、まあこれもまあ、やっぱり A が出た方がいいかなって感じなんですけども、ね。だけどね、こんだけ種類あって何が出るかわからないよって感じになってるんですけども、ラインナップはこんな感じなんですね。そして、一列にこれ並んでいてね、まあ一応、千秋ちゃんが先頭でなんか、腰に手をやってる戦闘なんですけども、あとはみんなこう、ね、並べ、小さく前に、整列って感じでね、まあ、全10種で、まあ、後ろはまだまだ小難しいこと書いてるので、まあね、スルーしていきたいね、思うんですけども。ということでね、これね、イメージカラーで言ったらね、ピンク、みんながピンクのカプセルだったら、まだ何が出るかわからないんですけども、おそらくこれはなでしこちゃんだと思うんですけども、見てみましょうって感じでね、カプセルはピンクでちっちゃいんですね、思ったよりも。もうちょっと大きいんかなと思って、1回、300円でした。ちなみにね、これね、もっとクオリティ良かったりあれしたらね、これだ多分だけどな、ダブったもな、A と B とな、ダブってもな、同じ、違うキャラが出たらいいんですけどもね、僕はどっちかやったらもう全部、どっちにしても A が出てほしいですね、A の普通の顔バージョンですね、そして、一応立てるやつはついてるみたいですね。さ、やっぱりなでしこちゃんでしたね。さ、A のでしょうか。目の縦長でしょうか、普通のノーマルの顔でしょうかっていう感じで、うっしゃって感じね。あ、かわいいかわいい。いいんじゃないですかね、これ。ちょっとね、リフォルメチェックになってね。こういうね、前になれ、まらえしてるね。普通の顔バージョンのなでしこちゃんでしたね。まあね、なでしこちゃんもかわいいからね。
まあ好きなんですけど、まあ全員可愛いんですけどね、うん、っていうなったらずわっと揃えたくなってくるんですけども、うん、ほんまこっちプラモのやつがないんですよね。まだね、これもね、まだ見つけたらね、まだまあ全員狙いしたいところなんですけど、まあね、できれば葵ちゃん狙いで、これ後ろこれ腰つけるのかなこれ、うん、あんまりねこういうのあんまり不器用だからね、僕はちょっと、うん、可愛いですね、うんうん、なかなかね、これね、これ、これ、正してね、うん、前に習えってしてるんですけども、うん、なちょっと釘崎さんが、ちょっと怖いお姉さんみたいになってるんですけども、うん、これちょっとね、ちっちゃいからね、うん、なでしこちゃんがね、うん、まあ、いいんじゃなかったんでしょうかね、この B の方じゃなかったね、うん、まあ、この普通の顔バージョンで。この千秋ちゃんとこの B でもね、楽しんで、面白いんですけどね。まあ、りんちゃんもまあ B でもそんなに変わらないけど、ね。まあ、えなちゃんと犬子は、それね、A が欲しいですね。まあ、まだ3回、1回300円なのでね、またやっていきたいと思うんですけども。それでね、まあ、釘崎さんが座ってるね、この黒のチェアね。これ僕前行った時に、これどれしようかなと思ってね、行ったらね、1個しか結構買わなかったんですね。うん。だから、またね、行ってね、もう1個買ってきました。今度はね、カーキーを買ってきました。うん。あんまり3つ揃えてもあれだから、まあ2つで十分かなと思ってね、椅子は。うん。まあね、この辺にね、ギャレンでもね、座らせてね、うん。まあ、釘崎さんのボディーリカー代わりにね、こんなもん知ってたいと思うんですけどもね、ちょっとね、この椅子ではね、ちょっと釘崎さん、ちょっとね、ちょっと窮屈な感じだったからね、うん、いいのないかなと思ったらね、いいのを見つけました、また。これもキャンプグッズになってんのかな、これ。うん。まあ、同じところのとこあったんですけどね、これ。ミニチュア、ハンキングチェアってなってるんですけども、まあ、ゆるキャンとかの、キャンプのあのアニメとかにも出てくるのかな。だけど、グランピングとかね、ああいう豪華な感じのキャンプのところにはありそうな、あれなんですけども、あの椅子なんですけどもね。うん。これは土台が下があって、うん、今から組み立てたら、また、もたもた間に合うかどうかわからないんですけども、まあ、こんなん簡単と思うんですからね。うん。多分これ、方向あるって書いてあったからね。これね。こっちが、この、曲がってる方をこれ内側にして、ここにはめるだけなんですけども、うん、これもね、結構ね、キュッと、硬い場合、あ、これもしっかりはめやんね。多分硬いですからね、これ。うん、はまりづらいですね、ここ。あ、はまりました、はまりました。ちょっとここちょっと力入れますけどね。だけど、その代わりこれ、丸い、大きいからね、こう安定感はあると思います。うん。それに、どれをどうするんだ、これは。この、こういうちっちゃいチェーンがついてあって、これを、ああ、ここにね、チェーンをね、ここにつけるんですね。うん、まず上の方をつけて、で、ここは、ああ、なるほど。これね、カゴみたいになってるところにね、この、まあ、ソファーみたいになってるんですね、これ。それをここに、キュッと、はめて、うん。そして、で、ここにね、こう、あの、かますんですね、多分。この鎖をね、細いところをね、うん。こうですね。そしたら、これ、ブラーンブラーンですよね。うん、ブランブラン。チェアができるっていう感じなんですけども。ああ、これもワンチャン、釘崎さんにも、これまたちっちゃいかな、これ。ちょっとね、座らせてみたいと思いますけども。うん。釘崎さんね、ちょっとね、お股がね、ちょっとね、開かんなね、座れないような感じなんですけど、あ、こうしたらいいかな。うん。ちょっとね、小粋な感じで座らせて。うん。釘崎さんの椅子買ってきたんですけどね。ちょっと釘崎さんにはちょっとまだきついような感じでも、まあ、首がひん曲がってますね、これ。うん。ちょっと、釘崎さん、ちょっとごめんなさいね、これ。あなたにはまだちっちゃかったようですな、これは。これね、ここちょっと外れやすいですね、上のとこ。しっかり止めとかんな。うん。ちょっと干渉して当たったりとかしたらね。うん。まあ、せっかくだから一回座ってください。っていう感じでね。うん。こんな感じで、
座れますよって感じですけど、まあ、今回のこのなでしこちゃんね、なでしこちゃんにもこんな感じ座らせるよって感じなんですけども、釘崎さんにはねちょっといい椅子がなかなか見当たらないですからね、今後またいろいろ考えていきたいと思いますけども、まあこの椅子でいけると思ってんけどな、これがちょっと邪魔なんかな、これがちょっと分厚さが邪魔してね、首がちょっとひん曲がってるような感じで、あんまりスカートとかでもあんまりギュッとしたらね、肩ついたらちょっとあれだからね、ちょっと肩がつかない程度に曲げて、なるべく、そしてね、腰をね、ギュッギュッとして、そしてね、なるべく肩幅も狭めてね、座れるかな、こけましたね、っていうか。釘崎さんはここには無理ですかね、ちょっとね、ちょっと首がひん曲がってるような感じで座ってるようになってしまいましたけど、まあでもこれもまたギャレンとかの同じこれぐらいのサイズのやつがいいって感じになるんでしょうかね、なんかいい椅子があったらいいんですけどね、ギャレンにちょうどいいですね、やっぱりちょっと大きいんかな、やっぱりこれかな、このシリーズね、この前100件あったこの折りたたみの椅子ね、これでいいかな、釘崎さんは、はい、これでちょうどいい、これでもちょっとこれがちょっとでかいかな、こんなもんかな、まあね、それぞれ自由に座らせたいと思いますけども、まあ、今回はね、このゆるキャンのガチャやってきて、いろんなキャンプグッズのね、新しい、2つ目のこのキャンプの椅子と、釘崎さんにと思って買ってきたんですけどもね、ちょっとまだこれもちっちゃかったようですので、また誰かの椅子にしたいと思います。ちょっとね、エマニュエル夫人の椅子みたいな感じなんですけども、まあね、これもこのサイズが合うフィギュアとかがあったらね、いい感じになると思いますのでね、皆さんもね、セリアで行ったら、ゲットしたらどうでしょうかって感じでね、あとね、ここ白で、このクッションが赤のやつもありました。どっちにしようかなと思ったんですけどね、こっちの側の色にしました。まあ、またいろいろね、セリアも、久しぶりに行ったらね、まだ違うグッズとかが出てるからね、目が離せないですね。ということで、今回はそういう動画でした。ってね、いつも締めくくりがなんかいつも中途半端な感じなんですけども、そういう動画でしたっていう感じでね、なかなか動画を締めるとはなかなか難しいんですけども、まあ、そういう感じでやっていきたいと思います。っていう感じで、なかなかハマりませんけども、ごとごとしてんな、俺は。ということで、まあね、こういう動画でしたので、また、次の動画でまたお会いしたいと思います。はい、なでしこでした。まさでした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。それでは、バイバーイ。またねー。